こんにちは、奥園敏子です。今日は大根と豚肉のきんぴら炒めを作りたいと思います。大根がね、安いですよね。安いからね、もう大根のレシピ紹介してくださいっていうリクエストもたくさんいただいてるんですよ。多分ね、大根の尻尾の方とか冷蔵庫の中にちょっと使い忘れてしなしなになった大根とか持て余してはる人もたくさんやはると思うのでね、今回はそういう大根でも美味しくできるきんぴらです。さっと加熱で中まで味がしみしみになる方法を紹介します。豚肉と一緒に炒めるので食べ応えも十分です。では作っていきましょう。材料です。まず豚肩ロース切り落とし、片栗粉、醤油、これがいつもの下味です。大根、味付けとしてみりん、醤油、お砂糖、炒めるのにごま油、あと塩、いりごまを使います。では大根を切っていきたいと思います。今回私が使っているのはだいたい 300g ぐらいです。豚肉が 150g ですので、だいたい豚肉の2倍量ぐらいの大根、まあこれぐらいの量を目安にしてください。でね、今回は大根の真ん中の部分使ってますけれども、このきんぴらに関してはですね、中途半端に余った尻尾の方の部分でも全然美味しくできますのでね、もし大根1本買って尻尾の方が余ってるわっていう場合だったら、もう尻尾の方ぜひぜひ使ってください。で、大根の切り方にポイントがあります。大根の千切りなんですけれども、千切りってね、よくね、こういう丸のままこうやって薄切りにして、そして千切りにする場合があるんですけど、そうするとね、こうグラグラしてすごい切りにくいんですよ。なのでですね、大根の千切りにはちょっとしたコツがあります。で、まずね、大根をね、食べやすい長さ、大体これぐらい、これだって半分ぐらいでこうまず切るんですね。ここの長さ結構大事です。でね、これをね、安定した切り口を下にしておきます。そしてね、ここで薄切りにするんです。ほら、そうするとこれグラグラしないで切りやすいですよね。あ、ちなみに大根は皮付きです。で、いきますね。こう切りますよ。今こういう風に切りました。そしたらね、こっからがポイントです。これをね、このままこうずらしてこう切ると、繊維を断ち切る方向に切るので、大根が柔らかく仕上がります。逆にですね、これをこう向きにして、こういう風にすると繊維に沿って切るので、シャキシャキした食感が残ります。これはね、どちらで切ってもらっても大丈夫なんですけれども、今回はきんぴらなんでね、ちょっと食感が残るのも美味しいかなと思うので、こっちの方向で切りたいと思います。例えば大根の千切りサラダなんかの場合だったら、柔らかくした方が美味しかったりするので、横に切ってもらうのもいいかと思います。で、こういう風にずらして、これは以前人参しりしりの時に人参の千切りでも紹介したのと同じで、こう横にずらして切ることで、もう持ち替えなくて一気に切れるのですごくいいんですね。じゃあ切っていきますね。いきます。切れました。これね、一連にガーって切れるとね、めちゃめちゃ気持ちいいんですよ。人参の千切りもいいけどね、大根の千切りもまたこれね、うわーっていくとね、めっちゃ気持ちいいのでね、ぜひぜひ千切りのレパートリーに入れてみてください。ではこれをポリ袋に入れます。はい、これで大根の千切りができました。切った大根、なぜポリ袋に入れたか、それはあれです、塩もみです。あれ、今日きんぴらちょうたかなって思った方、きんぴらすんのになんで塩もみしはんやろって思った方、やはると思います。
確かにあのきんぴらの時でね、そのままちゃ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 って炒めたらね、それでいいように思はると思います。せやけどね、こう塩もみするのすごく大事なんです。なんでかっていうとね、そのままね炒めるとね、大根からねめっちゃ水出るからね、味がねボケるんですよ。でそれが一つで、塩もみしておくことによってね、大根自体に塩味がついて外に水分が出るのでね、後の味の絡みがすごい良くなる。で塩もみすることで鮭にしんなりしているからね、炒める時もすごく炒めやすくなるんです。でこの塩なんですけれども、たくさん入れすぎないっていうのがポイントです。今回小さじ4分の1ですのでね、すごく少ないです。だいたい大根が 300g に対して小さじ4分の1ぐらい、これぐらいでもう十分です。でこれを入れていきますね。でこれで塩もみします。はい、みるみるほらしんなりしてきました。こんな感じです。まあ、しんなりしたいうてもね、まあそんなたくさん塩入ってないのがこんな感じですね。これはだいたい5分ぐらい置いといてもらったらいいので、一番最初にこれをしてもらって、あと豚肉下味付けたり炒めたりしている間にちょうどいい感じにしんなりしていきます。これで大根の下処理ができました。大根のミニ情報。大根を買ってきたら、株と一緒でね、葉っぱの方をところをすぐに落としておくっていうのが大事です。これね、葉っぱつけたままにしとくとね、大根どん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 ね、この葉っぱにね水分取られてね、スカスカになるんですよ。ですからね、とりあえず買ってきたらすぐ大根葉っぱ落とした方がいいです。その方が日持ちすると思います。最近はその大根の葉っぱものすごくついてるやつとかはあんまりスーパーとかに売ってないですけれども、これぐらい葉っぱついてたらね、葉っぱもね結構美味しく食べられるしね、葉っぱのところすごい栄養多いんですよ。ベータカロテンもあるし、カルシウムとかもすごく多いので、食べた方が体にいいと思います。でね、食べ方のコツなんですけれども、いつか食べようもでこのまま置いといたらね、そのねこっから料理するのものすごく大変なんですよ。だからすぐ食べられる状態で保存しとくっていうのがね、やっぱりこういうのってすごく大事で、私はあの株の葉っぱと同じように塩もみをしています。大根の葉っぱはね、株の葉っぱよりちょっと歯ごたえがあるので、こんな風にしていきます。ここからね、もうこうやって切っていきます。こうちっちゃく薄切りっていうんですかね、こういう風に切っていきます。ここくっつけたままの方が切りやすいです。でまあ、よろしきところまでこういくでしょ。これはもうごめんなさいですね。そしてこれをポリ袋に入れて、でね、あのこのままだとね、もうカスカスになってくるので、軽く塩で揉んでおきます。でこの時あの株の葉っぱの時と同じで、たくさん塩入れない方がいいです。ほんの少しの塩で揉んでおくっていうのがポイントで、ほんの少しの塩で揉んでいくことで日持ちもする。ですぐに食べられる。そしてね、いろんな料理に応用しやすくなるんですよ。しょっぱくするとね、もう料理使う時にね、もう塩分取りすぎになって体にも良くないのでね、ほんの少しの塩で揉んでおくっていうのがとっても大事です。これぐらいの葉っぱだったらもうね、2つまみぐらいで大丈夫と思います。これで揉んでます。でね、もうあのすぐにバー水出るぐらいやったら、あの塩多いと思ってください。これぐらいでちょっとしんなりしたら、中の空気を抜いて口を縛って冷蔵庫、まあ、すぐ使わない場合は、まあ、このまま冷凍もできます。でもね、もうこんなんあの冷蔵しといてもパッパッパッと食べてしまった方がいいと思います。例えばどんな風に食べるかっていうと、これはお味噌汁の彩りにバンと入れたりとか、あとチャーハンの時にバンと入れたりとか、あと肉団子に混ぜてもらったりとか、あそういう風に使ってもらうといいと思います。今回はあのきんぴらの仕上げの彩りにも入れたいと思います。これで大根の葉っぱの下処理ができました。大根のミニ情報でした。では豚肉に下味をつけていきたいと思います。いつものあれです。長い時は食べやすく切って、
そしてここにお醤油と片栗粉で、お肉の入ってたトレーでやるとね、簡単です。これで豚肉の下処理ができました。合わせ調味料を合わせておきます。これね、フライパンの上でもバババって入れてもいいんですけれども、まああらかじめ混ぜとくとね、慌てずにできますので、ちょっと先に合わせておきます。これ簡単です。醤油とみりんと、そしてお砂糖混ぜとくだけです。でね、今回お砂糖をちょっと少なめにしていて、あんまり甘くない味付けになっています。でもきんぴらの味付けってね、それぞれお好みがあるので、甘いのが好きな人はここのお砂糖の量をちょっと増やしてください。さあ、これで混ぜておけば合わせ調味料ができました。では早速炒めていきたいと思います。いつもの通り水滴技、フライパンに水を入れて火にかけて、この水がなくなったらフライパンが熱くなったというサインです。では水がなくなりましたので炒めていきます。今回はごま油で炒めていきます。豚肉からです。今回はこの豚肉の焼けた香ばしさも美味しさになりますので、しっかり焼いていきます。こんな感じでいい感じに焼き色がきました。そしたらここで初めてほぐしていきます。さあ、美味しそうな焼き色がきました。そして豚肉の油が出てきて、全体にツヤっとしてきました。ここまで炒めてください。そしたら一旦ここで火を止めます。今から大根と生姜を入れるんですけれども、飛びますのでね、一旦火を止めてください。そしてまずは生姜から、生姜すりおろしときます。皮付き、きんぴらなんで生姜入れなくてもいいんですけど、まあこの寒い時期にね、何にでも生姜入れておくと体温まってね、いいかと思うんです。血行も良くなるしね。そしたらここで大根、5分ぐらい置いとくとね、こういうふうに水が出てくるんですよ。でね、この水ごと入れるっていうのがポイントです。入れていきます。でここで火をつけます。なんで水ごと入れるかっていうと、大根の水って決して邪魔物ではなくて、大根の栄養も含まれてるし、旨味も甘みも含まれているのでね、捨てたらもったいないと思うんですよね。でここで入れて蒸発させることによって、大根の旨味がギュッと凝縮します。火は強火で一気に炒めていきます。木べらに近い。さあ、強火で炒めるとみるみる大根の水分が飛んでいきます。ここでしっかり水分飛ばしておくとね、冷めた時に水っぽくならなくていいんです。これね、生の大根そのまま入れて炒めるとね、今一瞬炒まったように見えるんですけれども、冷めていく時にね、バーって水が出てね、味がぼけるんですよ。でこのやり方だとね、もうすでに水が出ているのでね、冷めてもね、水っぽくなりません。水分が飛んだところで合わせておいた調味料です。ちょっと砂糖をしっかり溶かして入れていきます。そしてさらに一気に絡めていきます。火は強火です。さあ、ここまで炒まったらここで火を止めます。火を止めてごまです。ここね、かつお節入れたいところなんですけれどもね、かつお節入れたらちょっと煮物みたいな味になるので、今回はあえてかつお節を入れないでごまで仕上げます。その方がきんぴらっぽい味になります。ちょっとひねってね、これ大体もうちょっと手がしんどくなってくるから嫌になるんですけど、頑張れ私。さあ、ちょっと頑張って、ちょっとごまかして、さーっと混ぜて、これで出来上がりですが、もしもここで残ってる大根の葉っぱがあったらここに入れてください。そうするとね、彩りも良くなって美味しくなります。なかったら入れなくてもいいです。余ってる大根の葉っぱあったら
これで出来上がりです。できました。さっと炒めただけなのに大根に味がしみしみ、甘辛い香りが食欲をそそります。あー早く食べたい。では早速食べたいと思います。いただきます。こういうおかずはね、ご飯と本当は一緒に食べたいですよね。まず大根のところから。ちょっとお肉も一緒に。大根、味がしみしみ。あのね、さっと炒めただけですけれどもね、味しみしみです。ほんでね、ちょっとくたっとなってるみたいに見えますけど、適度に食感が残っている。硬すぎないし柔らかすぎない適度な食感。これね、煮物とも違うんですよ。なんか柔らかいけどちょっと歯ごたえがあるみたいな、そんな感じです。まあそこのね、炒め具合を調整すればもうちょっと歯ごたえを残すことはできますけど、まあこれぐらいくたっとなってるのもまたいいと思います。でね、何よりね、味が染みてる。やっぱり塩で揉んで水分出して、その水分飛ばしたことでね、大根の旨味がぐっと濃縮されてね、大根の香りと甘みがね、口の中に広がります。豚肉と一緒に食べるとね、またね、食べ応えもあってね、また脂のコクでね、ご飯進みますよ。これはお酒の魚にもいいと思います。冷めても美味しいのでお弁当にもおすすめです。あと一手間かけるんだったら、あと七味唐辛子とかね、粉山椒とかね、かけてもらうのもまた美味しいと思います。最後ね、鰹節入れませんでしたけれどもね、入れない方がね、大根本来の甘みとか香りとかがね、感じられて、私は美味しいかなと思います。まあその辺はね、お好みで作ってみてください。たくさん作りおけばね、冷蔵庫で 4,5 日は保存できます。ぜひたっぷり作って賢く大根を使い切ってください。とっても美味しくできました。ぜひお試しください。本日のおまけ。塩もみした大根の葉っぱを熱々のご飯に混ぜるだけで美味しい菜飯の出来上がり。おにぎりにすれば、これはごちそうです。この動画を見て作りたくなったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。